はい、皆様こんばんは。7月15日、月曜日、しゃべくり松代142回の時間がやってまいりました。今日は海の日ですね。でもですね、松代は比較的今日は涼しかったんですけれども、この町歩きセンターのエアコン入っておりませんでね、ちょっと暑いんです。みんな撮影してるんだけど、扇風機回しながら今一生懸命やっております。今日のゲストをご紹介いたします。松代町東城にあります児童養護施設松代福祉寮にお勤めでですね、かかしコンクールの担当をされているあの心理師の木瀬明さんです。よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。ですね、ところでその心理師って言ってあんまり聞いたことないんですけど、はい、どんなあれをやるんですか？そうですね、あの松代福祉寮っていうところはですね、はい、まあ、子どもさんの施設なので、はい、まあ、いろんな子どもさんの、まあ、簡単に言うと心のケアとか、はい、悩み事であったりとかそういったことの相談とかですね、はい、そういったことを業務にしている、それが心理師という心理師でね、はい、これやってみてどうですか？そうですね、やっぱりこう自分の本当に子供に対するこう姿勢というかですね、うん、そういうものが問われる仕事だというふうに思いますので、うん、毎日大変ですね。大変です。気使うね。そうですね、大人より気使うね。あ、そうかもしれないですこれで勤めて何年ぐらいなんですか？私は今年で8年目に。8年目、はい、当然松代出身です。あ、ね、実はですね、私は松代、ね、この本当に福祉寮に来てから、うん、長野住人になったので。あ、そうですか。元は出身はあの南信の駒ヶ根市というところに、出身で、ではまた遠くから流れてきたっていうどんなあれで福祉寮が入ったんですか？そうですね、もともと同じ仕事をしていた先輩に、はい、まあ、こういった施設で働いてほしいということでご紹介いただいて、はい、今に至るというような感じです。あ、よかったですね、はい、あれですかね、まあ、ちょっと今日 お話聞くんだけども、はい、まずその福祉寮の、はい、養護施設っていうね、松代福祉寮とはどんな施設なのかっていうのからちょっとお聞きしようかなと思うんだけど、説明していただけます？はい、はい、まずはい、こちら見ていただくとパンフレットなんですけども、うん、はいはい、松代福祉寮というところ、はい、児童養護施設というところで、まあ、県下には他に、はい、うちを含めて15施設あるんですけども、ね、また皆民間の施設で、はい、うちの場合は社会福祉法人湖会というところが運営してまして、うん、運営資金に関しましてはですね、はい、まあ、行政からの措置費というお金で運営しているというのが実態、うん、なるほどね、はい、なっています。はい、これの内側で見ると、はい、これのそのなんだっけね、これは目的、はい、うん、これちょっと説明していただける？はい、その一番はですね、うん、児童養護施設というところが保護者のいないお子さんとかですね、はい、あるいは虐待等がありまして家庭で生活ができないお子さんを養育するというのが児童養護施設 の目的になっています。でただどうしても人数が多くなってしまうとかですね、はい、そういったことがありますとなかなか家庭という雰囲気を味わえないまま社会に出ていくというお子さんも多いですので、うん、うちの場合は下の方にも書いてありますけども小規模施設というところで、うん、より家庭的な雰囲気をということで、うん、養育を目指していくというのがうちの目的になります。なるほど、ね、はい、
これがあれ基本方針は何あれですか。はい、そうですね、これはあの職員の、まあ、心構えというか、うん、そういうようなものなんですけれども、はい、やはりあのお子さんたくさんいますけれども、はい、まあ、一人一人違った個性やあの特徴やですね、長所を持ってあの生きているお子さんたちですので、はい、まあ、集団生活なんですけれども、そこに配慮しながら、うん、やはり最終的には社会の一員として、うん、生きる力を身につけて育ってほしいと、うんうん、そのための援助を行いたいというのが我々の基本、要は自立していかなきゃいけないことだからね。そうですね、はい、そういうことなんだね。あとこれ施設の概要っていうんですかね。はい、まあ、ちょうど昨年がですね、うん、うちの施設ができて60周年を迎えた年ではあるんですが、はいはい、ここにザリガニがいて、うちのマスコット福ちゃんというんですけれども、うん、まあ、そういったものを掲げながらですね、はい、東城の地にあるんですけれども、うん、あ、そうだ、27年って書いてあるね、5月15日、ね、はい、うん、で下の方行きますと定員が書いてありまして、あ、はいはい、全部で、先ほど申しました家庭というか家庭的な、養育をしている家というのも含めまして、うん、56人のお子さんをお預かりできるような体制になっています。うん、現在では47名のお子さんがいらっしゃいます、ね、はい、でも大変だよね。そうですね、まあ、職員は29名いらっしゃるんだね。あ、そうですね、はい、現在29名になります。だからその中身的なものは、施設長さん、はい、まあ、初期というのはまあ事務、あ、事務の、ね、経理を担当している方ですね。児童指導員7名、はい、児童指導員、保育さんというのが、まあ、子どもたちの本当に生活のお世話をさせていただいていると、それからまあ自立支援をしているという職員になります、はいはい、なるほどね、はい、あと調理員さんと、あ、いましたね、心理師さん一人っていうのね、はい、はい、っていう感じになりますね。わ、はい、かりました。あとは、こういう子どもさんの一日っていうのはやっぱり、ね、規則正しくやらなきゃいけないっていうんで、はい、だいぶ厳しいかもしれないですよね。そうですね、まあ、一応時間で、ね、こちら見ていただくと決まっています。はい、まあ、なかなか今、難しいんですけれども、はい、やっぱり朝起きてから朝6時15分に起床起きるんだ、はい、で小学生はですね、はい、まあ、基本の朝漢字といってですね、博文帳1ページ書くの、書いて、で7時から中学生や高校生と一緒にご飯というような感じになります。なるほどね。あ、でもさ、小学校でも早いもんね。そうですね、学校行くのね、はいはい、本当それより早いかもしれませんね。そうですね、うん、了解でございます。あとあれですね、この今さっき言ったその虹の家とかなんとかっていうのね、はい、自立支援のためのあれがあるとおっしゃってたんだけど、これはどういうあれなんですかね。これは虹の家というところと、それから下に行っていただくと虹の家2というふうにありますけども、はい、ちょっと名前は違うんですけども、やっていることは職員3人でですね、より家庭的な養育を、はい、行うということで、6人の子どもさんたちの、はい、生活を見ているということで、うん、生活の流れは先ほど見ていただいた日課とそれほど大きくは変わらない。変わらないです、はい、なるほど、ね、分かりました。あとちょうどいいんですけども、この、はい、福代さんの場所ですね、はい、それとかかしの場所ですね、はい、一応ここが町歩きセンターなんですね。これ町歩きセンターからずっと東の方へ行っていただくと、東城小学校がある一歩手前のところを左入っていただくと、マッスル層へ入るところがあるんですが、そのちょっと手前に左側にもうすぐ分かりますね。そうですね、かかしらがね、はい、ありますしね。で、今言った真っ白福祉寮虹の家っていうのは、南側に、ここの南側にここにありますね、はい、これがそうですね、はい、そんな形です。場所的にはそういう形、町割センターからもそんなに遠くはないよという形ですね、はいはい。それではじゃあ、本題に入りますね、はい、かかしコンクールの一応担当されているので、かかしコンクールの概要をちょっと説明していただいていいですかね。はい、はい、まあ、ちょっとここに要項を、ご用意させていただいたんですが、はい、一番テーマのところに、まあ、広げようかかしコミュニケーションというふうに、まあ、標語が入っていますけれども、一番はですね、うん、そのかかしを皆さんに、まあ、作ったものを見ていただいて、はい、地域の人、周囲の人に、まあ、松代福祉寮というところを知っていただきたい、はい、一緒に地域の一員としてやっていきたいという思いでやっているというのが一番ですね、はいはい、なるほどね。
これでもあれですかね、今回のこの3加賀市コンクールはこれ何体ぐらい出たですか？ですね、全部で26体ですね、26体ね、はい、出品加賀市というところに書いてありますけど、はい、26体。あとでもこれ子どもたちも出すわけなんだけど、これの子どもたちの振り分けみたいなってのはどうなんですか？ですね、うん、まあ、本当に下は幼児さんのグループからですね、うん、あるんですけれども、うん、小学生以上のお子さんたちは、うん、まあ、本当に縦割りで 4,5 人のグループになってですね、うん、作っているという感じになります、うん、でもこれあれだね、全員参加なんですか？あ、基本全員参加、ね、全員参加、はい、うん、これまとめるってさ、はい、大変ですよね。あ、そうですね、なかなかその小さい人から高校生まで、はい、そうですね、どうするのって感じ、はい、まあ、なんで大きい子がいるチームはですね、やっぱりこう高校生の男の子とか女の子に責任を持ってですね、声をかけてまあリードしてもらうというところもありますけども、まあ最終的には職員も一緒になって、まあ様子を見ながら進めていくというのもありますね。あ、でも当然あれでね、制作には日数かかるんだけど、どのぐらい日数かかるですか？はい、最初の頃はですね、うん、やっぱり慣れないっていうのもあったのか、うん、2ヶ月くらい準備の時期が本当必要だったんですけども、うん、まあ、回数を重ねるごとにだんだん、うん、ノウハウも蓄積されてきまして、うん、最近は1ヶ月くらいあればもうみんな、より覚えてるって感じですね。そうですね、はい、あとこれ完成した時は寮内でこれみんなで見せ合うんですか？あ、特にその見せ合うということはないできてくれば大体分かるかな、こんなの作ってるんだなっていうのが分かってくるので、まあ、そんな感じで子どもたちも楽しんで見ています、ね、あれですかね、この各方面へ参加募集って書けるじゃないですか、はい、何件ぐらい書けました？今年は大体16団体さんくらいにお声掛けしていますね、うんうん、じゃあ昨年よりも多少多いってことだね。そうですね、ちょっと増えています、ね、なるほどね。あとはあれですかね、まあ、この第1回目のこの参加のあれなんだよね、はい、これは、場所が移す前のちょっと狭いところっていうかね、小さいところ、ね、まあ、ここも件数的には少なかった。そうですね、今よりも、まあ、5体10体ぐらい少なかったですかね。あ、そうですか、はい、あとこれでもあれかね、毎年毎年まあやってることなんだけども、はい、これは一応2回目の、うん、あれですけど、これ同じ場所ですよね。そうですね、場所同じで、うん、これだけどみんなかかしこうやってやるじゃないですか、はい、これ入選するってどうやってやるんですか？基本的にというか投票箱っていうのがその展示場所に置いてありまして、はいはいはい、それで一般の方、見に来た方にそこに投票用紙があるので、うん、記入して、投票していただくと、うん、そういう決めています、はい、これも一応新聞に出てるんでね、はい、そうですね、はい、メディアの方にもたくさん取材をいただいて、これ1枚のパネルにそれを、まとめた様子なんですけど、うん、あ、なるほど、はい、あ、そうだ、休校で26のようなかかしが出現なんて書いてあるもんね、はい、あとこれもあれですね、前にやったので、あ、はい、これが設置をしているちょうど様子を撮ったところなんですけど、やっぱり角度によってなかなか見えにくいとかですね、はいはい、そういうことがあるといけないので、まあ、この男性の職員がいますけれども、はい、まあ、そういうふうに配置を見ながら設置をしているというような感じで、うん、これもそうですね、これが設置した様子、はい、後の様子、綺麗になってます、ね、その後っていうのがこういう形になるのかね、このそうですね、これがこれは何やってるんですか？投票の結果に基づいて、これがちょうど表彰式、はい、贈呈式というのをやっている様子ですね。これは副資料の中で中でやっています。なるほど、ね、はい、あ、その参加団体皆さん出てあれなんだね。来ていただいているケースもありますね。これもなんか先ほど言った60周年とかって、ね、はい、言ってた。そうですね、昨年は60周年記念大賞ということで、うん、こちらに書いてありますけど、長野県の農業大学校さん出品していただいて、うん、大賞を受賞されたということで。あ、なるほど、ね、はい、あれ左側に、ね、なんかありがとうって、あれ八代線の、あ、そうですね、あれは伝統文化賞っていうまた別の賞を受賞した高橋で、はい、ちょっとまあ載せて、これはどういうあれで、これ寮の中で、あれ、そうですね、これ表彰式の前の様子なんですけれども、こういうふうに全部のかかしを寮の方に一回展示をして、はい、まあ、もう一度みんなでよく見れるようにということで並べてあります。これは、あ、
これがですね、あの表彰式が終わった後ですね、うん、A コープ松代店さんのほうで、そうだね、松代店って書いてあるね、はい、はい、あのまあ、より多くの方に見ていただきたいということをお願いしたらですね、心よく、うん、あのご快諾いただきまして、うん、こういった感じで展示をさせていただいて、これどのぐらい展示されました？ですね、大体2週間くらい展示させていただいて、うん、あの実は今年もあの表彰式終わった後ですね、うん、あの23日から8月の4日まで一応展示させていただくという流れになっています。結構あそこも大人数の方来るから結構 PR には最高だね。そうですね、うん、たくさんの方に見ていただいて、あとこういうあのこれも見ていただいてあれだ、これは、はい、みんなにあげ、あ、そうですね、はい、あの表彰式贈呈式というふうにあの、うん、一緒にやっていまして、うん、あのかかしが欲しいという、はい、農家の方とかですね、その他の団体さんとか個人の方にこういうふうに贈呈をして差し上げて使ってもらうという流れな、じゃあ廃棄するっていうあれじゃないの、あ、そうですね、最後まで使っていただくと、はい、うん、これは今年のやつですね。あ、そうですね、これが今年の様子になっています。だ、廃棄しなくて OK っていう。そうですね、はい、でもこれやると終わった後の子どもさんたちの様子ってどうですか？そうですね、やっぱりあの自分たちが一生懸命作ったかかしで、うん、あの商品もいろんな団体さんからいただいているので、はいはいはい、やっぱり受賞すると嬉しいというか、うん、なるほど、ですけどね、うん、はい、あれですかね、この福祉寮に心理師として8年間勤めたっていうんで、はいはい、まあ、こういうかかしコンクールもそうだけど、はい、あの何ですかね、嬉しいこととかまた悲しい、うん、あ、苦しい、それからああ嫌だなっていうようなことあると思うんだけど、はい、その何かありますかね？そうですね、うん、まあ、いろいろ考えてみるとですね、うん、私も8年いて、まあ、寮を出ていった、退所したっていう子どもたちもいるんですけど、はいはい、やっぱりそういった子どもたちが帰ってきてくれて、うん、まあ、あの時こうだったよとか、うん、あの先生いてくれてよかったなみたいなことをやっぱ言ってもらえるのが本当に励みになるというか、はい、まあ、嬉しいこととしてありますね。ね、まあ、これから、まあ、なんていうかな、その看護師さんと似たような感じだもんね、うん、仕事とすればね、本当に24時間だもんね。そうですね、365日の職場ですので、うん、はい、まあ、あの心理師の仕事だけど、はい、自分の心もちゃんと痛めないようにして、ね、まあ、健康に留意してですね、はい、まあ、皆さん職員の皆さんもあれですね、注意しながら、まあ、はい、子どもたちがあの素直に育つようにね、みんなで協力してやっていただいていければいいかなというふうに思いますので、今日はもうお忙しい中で来ていただきまして本当にありがとうございました。どうもありがとうございました。よろしくお願いします。さて、はい、皆さん、はい、来週のしゃべくり祭りは、はい、また私もやるつもりではないんです。ないんですか、うん、宮坂さんやらなきゃいけないじゃないですか。あ、そうそう、じゃあこれ交換しなきゃ。あ、そうだ、あ、じゃあ交換しますよ。はいはいはい、こうですね、はい、わかりました。なんか慣れないですね。ちょっと、ね、ちょっとよく見せて、はい、はい、じゃあ来週はどんなあれですか。ね、うん、あの尺八の奏者の方にね、うん、おいでいただいて、うん、吹いていただくと、うん、尺八を。あ、そう、ほらじゃないですよ、うん、はい、宮坂さん、K なのどうだろう私はすいません、一緒にやったらどうだろう。いや、ダメですね。比較できて面白いと思う。比較されちゃってダメですよやめてくださいよ、それは。そうか、ね、はい、あ、そういった、いや、皆さん、ツッコミ入れてますね。そう、尺八の話を聞いてくださいよごめんごめん、はい、じゃあ、尺八ね、はい、尺八、なんかね、見せられたって、見せられて、もうね、尺八のね、魅力に取り憑かれたと。だから30年ぐらい習ってるらしいですよ。あの、何、コムソ姿で街歩く。いや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 、違うんかい。それは三田さん、最近ツッコミ入れるようになりましたね。いや、俺尺八って言うと、そう、コムソを連想した時代劇の見過ぎかしら。そう、はい、ね、うん、来月ね、
あのその発表会があるらしいですよ。そのね、1年で一番大きな発表会が8月24日に、若里文化ホールで、なんかね、何百人も来るらしいですね。素晴らしいね、大きな大会で、実はね、先日合宿したんだって。どこでやった？それは聞いてない。あ、その話は来週。そう。そう。で、ぜひ、合宿もね、すごくね、何十人だかも来たらしいですよ。もうね、盛大な合宿で、もうだいぶね、実力もついたみたい。あ、そうです。そんな話もね、してくるらしいです。はい。おめでとうございます。酒落ちも吹いてくれるそうで。はい。ほら、よろしくお願いします。どうも、来週を、来週を、はい、お楽しみに。それから夏しろ、また見てね。